やっていこうか。前回のパートがあまりにも短すぎたからな。今日はもしかしたらワンチャン少し気持ち長めにやってるかもしんない。で、武道の正体を暴いて後ろに来いみたいなこと言われてたから、いやそんなたちかさっさ通るがいい。王様がさ、何かしらの褒美をあげるから来いみたいな感じのこと言ってたから来たわけなんだけど、なんだろう、地下室の宝物庫の宝とかくれたりすんのか。いない。お主たちやっと戻ったか。してあの女性と兵士長は。はい、いいえって選択肢おかしくね。なんと女性と兵士長は先に城に戻ったはずだと。しかし戻ってはおらぬぞ。何それに、武道はやはり霊毒王だったと。 はい。どうしたというなら、お主たちの言ってることがさっぱりわからんわい。まあよい、先に戻ったというのなら、どっかで行き違いになったのかもしれぬ。とにかく待つことにしよう。お主たちもゆっくり休むがよい。あれか。若き霊毒王はラーの鏡でシエラという女性に姿を変え、魔王武道もまたラーの鏡でもう一人の霊毒王に。そしてトムと呼ばれるソルディ兵士長、一体3人はどこに行ってしまったのか。現実の世界の方の霊毒のことか。王たちの帰りを待つ大臣の眠れぬ長い夜が明けた。もともと現実世界の方は王様も王妃も、息子、まあ要はおじさんだよね、王子もいなくなってて、それで大臣が仕切ってるみたいな感じだったから、シェーラと武道に姿、武道だった王様が現実世界の方の霊毒に戻ったっていうことなのかな。どうしたというなら、これほど待っては待っても未だ戻ってこぬとは。おお、そうじゃ、お主たちもう一遍探してきてくれぬか。城の者たちにはこのことを今しばらく内緒にしておこうぞ。これミレイユか誰かがヒント言わなかったっけ。この階段下ったあたりでさ、はいはい、全くどうなっているんだか。褒美をやるから後で城に来いなんて言っておいてよ。それでどっかに行っちゃうとは人をバカにしてると思わねえか。いいえ。おじさん、お前って得度を必要したよな。まあいいけどさ。ミレイユ、あれミレイユヒント言わんかったっけ。あ、バーバラが。分かったわ。あの時王様城に来いって言ったわよね。あれは別に嘘じゃないんだよ。だから城に行けばいいのよ。ね、おじさん、もう分かったでしょ。いや、いいえ。もうしょうがないもんね。お城は後ろでもここではなかったのよ。ここ以外のお城ってあとはあそこしかないでしょ。さあ行こう、おじさん。いいえ、なんでもここまでのヒントしかくれないんだもんな。で、これさ、そうだ、今だったらできるか。俺毎回レイドックから出て下の世界、現実世界に行くときに、その東の方、ダーマ神殿側から行ってたけど、別にダーマ神殿側から行く必要ないんだよ。こっち側のシエーナ西にある、最初にトルッカ行った時あったじゃん。トルッカイベントもワンチャン起きるかもしんないから行ってみるか。でも殺されそうと怖いよな。今まだトルッカイベント起こすべきではないような気もする。まあまあ強くなかった、あいつら、あの誘拐犯2人、名前忘れたわ。ゴンズとボブみたいな名前だったっけ。そういう誘拐犯がいたはずなんだけど、いやー、どうなんだろう、いけるかな。なんか褒美として5000ゴールドぐらいくれるんだったら今やってもいいのかもしんないけど、5000ゴールドもらえたらさ、それこそ今お金700円しかない。でも銀行で3000円ぐらい預けたか。それと合わせれば、まあ要は精霊の鎧変えるじゃん。はい、で初めて実体化した状態で取るか。旅の宿へようこそ、ぜひ泊まっていらしてね。おクソガキ。チェー、せっかく勇気を出して夢見る井戸に行ったのにな、変な大人の人たちに追い出されちゃったんだ。誘拐犯、いつだって大人たちは自分の都合で子供の遊び場を奪うのよ。それにしてもあの人たちはあそこで何をしていたのかしら。
まあ、今来てもおかしくないような場所だからちょうど今おじさんたちが装備してるようなものしか売られてないっていうことなんだろうな。ここは道具屋か。どうしよう、743ゴールドだったら最悪ゲームオーバーになってもいいっちゃいいか。あんまり良くはないけど、若い娘も見なかったか。はい、いやすまん、旅の者に聞いても分かるわけがないな。誘拐されたやつ探してるんじゃないの。はい、いえ、どっち選んでも変わんないと。今日はいい天気じゃの。魔王が世界を滅ぼすなどまるで嘘。お主たちもそう思うじゃろ。いや、そう思いたいものじゃよ。語尾がじゃろとかさ、もうちょっとジジイのキャラが言う感じだと思うんだけど、あいつ意外とジジイなのか。見た目は乾かしいけど。ああ、疲れたな。僕も井戸のところで遊びたい。ガキのセリフとかは変わんないか。勉強してるみたいだから美味しいもの食べさせなきゃね。なんだ、ピザとか作ってくれてんのかな。ピザだったらおじさん頑張れるわ。でここで怪しい悪だかみしてた二人組いなくなってる。ラーの鏡持ってるよ。持ってるだって。それが本当ならぜひ譲ってくれ。頼むよな。ああいいよ、あげる。おお、これがその、ダメだ、俺にはこいつの値段がつけられない。残念だがこいつは返すよ。いい選んだらどうなんの。チェ、どうせ嘘なんだろ、期待させやがって。今一回見てるよね、あなた。あえてこの金持ちの家。お、ウーワンワン。ゲーバンみたいな見た目しやがって。どうしたベス、怪しいやつが現れたのか。ムー、貴様たちか。私の可愛いエリザをさらいおったのは。さあ、エリザを返せ、すぐ返せ、今戻せ、ぜいぜい。何、違う、そうそうか、それは失礼、つい取り乱してしまって。本当にすまなかった、今のことは忘れてくれ。まあ、井戸のところに行ったらいるんだよな。くんくん。実は娘のエリザが何者かにさらわれてしまったのだ。しばらく家を開けて、やっと帰ってきたかと思ったら、娘の姿が見えない。その代わりにこんな紙切れがテーブルに置いてあったのだ。お前の娘を預かった。無事返してほしくば5000ゴールドを、北のアレイドまで持ってこい。ああ、私はどうしたらいい？俺に5000ゴールドくれよ。とにかくもう一度知り合いを渡ってみよう。なんとかしても5000ゴールド集めなくては。割と成金っぽい見た目してるのに5000ゴールドも持ってねえのかよ。なんか貧乏人って感じするよね。エリザのつっちゃんの姿が見えないな。ここの家、ああ、プカプカしてる。蝶々が金を借りに来るなんて珍しいこともあるもんだ。金に困ってるとは思えんがな。よっぽど急に大金が必要になったとか。5000ゴールドってそんなに大金じゃないからな、言うてな。狭間の世界。まあ、ラスボス倒すところの近くに、まあ、狭間の世界行ったんだけど、その狭間の世界にある町で買える武器防具とかの方がよっぽど値段高いからな。普通にもう3万ゴールドとかそれぐらいするからね。あ、いる。こんにちは。クソ、蝶々のやつ待たせやがるぜ。わっと、なんだ、あんちゃんたちは、まさかトルッカの蝶々の使いのものか。いいえ。じゃあどっか行ってくれ。あんちゃんたちがいると仕事の邪魔なんだよ。え、あいつの相方どうしたの。あ、ここ普通に入れんの。使えるものっていう体にしようか。うん、じゃあ使えるもの。5000ゴールド持ってきたんだろうな。何、その前に娘の姿を見せる。ふん、いいだろう。スモック、娘を連れてこい。どこにいたんだよこいつ。ほら、さっさと歩きな。連れてきやしたぜ兄貴。もがもが。どうだ、この通り娘は無事だぜ。さあ5000ゴールド出してもらおうか。はい。てめえ5000ゴールドなんて持ってねえじゃねえか。そうか、てめえら長州に頼まれて娘を取り戻しに来やがったな。スモック、こいつらやっちまうぞ。ヘイビッグの兄貴。ビッグとスモックか。ウリアビッグスボールみたいな名前だな。これさ、今のままじゃ多分勝てないと思うんだよな。もうちょっと強かったと思うよこいつら。とりあえず一旦死なない程度にこっちをバフとかデバフかけて。ああ、かばってる。あれ、ムルカリね、そんなに守備力下がってない。あれ、あ、こんなもんか。あれ、そんなに強くない？
ワンチャンそんなに強くない可能性あるな。今度はかばってない。おお、ウホウホしてる。エネゴリ君みたいにウホウホしてた。うん、激しく振り回してもこんだけしかダメージ食らわないってことは、もう全然大したことなかった小物だわ。恐るるに足らんな。ちょ、マヌスかけてやるか。このスモックっていうキャラクターはここでしか見ることができない、まあまあレアなキャラクターなんだよな。あー、効かないか。ハッサン今捨て身してもそんなもん、ダメージ22が全然大したことねえじゃん。一応ハッサンにもかけとくか。眠ったりしないかな。まあビッグはハイオークとかなんかそういう感じの名前の雑魚キャラが普通にいるんだよな。ただスモックに関してはここでしか姿を見ることができないから、まあレアなキャラ。体型はトロールにすごい似てるんだけどさ、まあスモックこの見た目のキャラクターはドラクエ6限定のキャラクターだから、まあめちゃくちゃ珍しいキャラクターだよな。ちょっと2人ともラリフォーで。お、いいね、眠った。あー、眠んねえか。力貯めててもこんなもんしかダメージ取んないってことは、もうガンガン行こうぜで攻めていいんじゃないかな。おりゃーと。無駄に HP がいっぱいあるだけで、そこまで強くはない。いいね、イオとか覚えてたな、そういえば。はいはい、全然耐えられる。あ、いいね、とりあえずビッグを倒してやったぜ。これさ、蝶々から蝶々5000ゴールド集めてるって言ったじゃん。5000ゴールド俺にくれるんじゃないかな。5000ゴールドくれるんだったら精霊の鎧返そうだよね。はいはい、倒してやったぜ。あ、捨ててこパンツ、捨てパンだ。ハッサン最強装備。やられた。兄貴いてーよ、畜生覚えてやがれ。え、お、覚えてやがれ。モガガモガガ、おじさんはエリザの猿靴を外してあげた。え、プハッハッハッ、ありがとうございます、おかげで助かりました。このご恩は一生忘れませんわ。これ蝶々に勘違いされるんじゃないか。大丈夫か。てめえエリザに何しやがるみたいな。エリザは無事だったか。はい、お父様、この方たちが誘拐しましたみたいなこと言わないよな。大丈夫か。おお、君たちはこの間我が家へやってきた。そうか、君たちが身代金を肩代わりしてくれたのだな。いや、そういうわけじゃないんだけど、これ正直に言った方がお金くれたりしないかな。なんとそれが犯人をやっつけたというのか。それは素晴らしい。今何もできないが必ずこの礼はしよう。いや、じゃあお金くれー、お金をくれー。私たちは町へ帰ります。本当にありがとうございました。これトルッカもう一回戻ったらさ、あ、トルッカ行けるようになってる。いいね、いいね。いやー、5000ゴールドぐらいくれたらな、精霊の鎧買ってウハウハな気分になれるんだけどな。さあ村人、またエリザちゃんを見かけるようになったよ。ババア、あ、こいつ関係ないわ。おい、見つけたぞ。蝶々のお嬢さんが無事に戻ってきたようだな。うん、俺が助けてやったんだ。手柄立ってたんだから報奨金みたいのくれてもいいよね。あら、あなた方はあの時あなた方が来てくれなければ、父を待ってイライラしていた男たちに何をされていたことか、今思うとゾッとしますわ。あ、親父もいる。ちょっと5000ゴールドぐらいよこせよ。言ってくれなかったら命が危なかったと。で、俺を用意させてもらったよ。いや、猪木か。猪木は別にって感じなんだけど、今命の木の実は誰に。バーバラか。まあ5000ゴールド、まあ命の木の実もたまに敵がさ、ごくまれにドロップすることあるけど、おお、いいね、6上がり幅よかった。まあドロップすることあるけど、まあ、5000ゴールド稼ぐより
もう命の木の実をドロップさせる方が難しいんだよな。5000ゴールドはそのうちまた溜まるから、まあで確率64分の1とか128分の1ぐらいのはずなんよ、まあ、そのステータスアップ系のアイテムを落とす敵何体かいるけどさ、なんだかなっていう感じもするけど、まあいっか、とりあえず猪木でドーピングしたことだし、現実世界のお城に戻って、でも幻世界はこれで王様とかいない不在な状態だよね。いやいや、お前たちはこの前の偽王子とその仲間そうだったの。はい、え、待って、さあこっちへ来い。この番人がさ、うまくほうれん草ができてなかったのか、その者たちは偽王子、そうか、捕まえたのか、お前たちのせいでトム兵士長はうくくく、全くもってほうれん草がこの兵士同士の間でなんかうまく行き渡ってないせいなのかさ、なぜか牢獄に閉じ込められるっていうね。さあ入るんだ。お前たちのことは我が王がじきじきに調べたいらしい。それまでそこで王女を語った罪の重さを思い知ることだな、とかなんとか言ってるけどさ、ようお隣さん聞こえるか、オタクたちが偽の王子になりすましたってやつらは、しかしバカだね、わざわざ捕まりに戻ってくるとはな、って言ってたら、牢屋調べないとダメなのか。いや、この扉を調べれば、はいはいはい、失礼しましたって大変失礼しました、牢に入れたのは間違いでした王様にあなたのことを話したら何としても連れてまいれと叫んだものですから、てっきりお怒りになられてると思いまして、それで、ともかく我が王がお待ちです。さあどうかこちらへ。この無能で、ゲランどうなったん、何やら部下に不手際があったようだが許してほしい。ふむ、そなたたちか、偽の王子を語った者は、確かに我が持つ子に似ているな。そして夢の中でわしを助けてくれた者にも、ズバリ聞こう、王妃と共に無道となった わしの前に現れたのはそなたたちじゃな。はい、王、やはりするとあれは夢であって夢ではなかったということか。どうしてあんなことになってしまったんじゃろう。回想シーンが入った、ちょっと長そうだな、コーラなんか。あの日わしは魔王無道との決戦に臨み、船で奴の居城へと向かった。これ多分ゲントの村から言ってんのかな、現実世界の方だよねこれ。しかし突然不思議な空間が出現して、あーもうやだ、あ、くたばった。その後どうやって城まで戻ってきたのか覚えてはおらぬ。気づいた時わしは魔王無道だったのじゃ。城に戻ってきたって言ってるけど、どの城に戻ったって言ってるんだ。地底魔女のこと言ってんのか。わしはあの悪夢から救ってくれたそなたたちには感謝の言葉もない。もしそなたたちが来てくれなかったら、わしはあのまま魔王無道として夢の世界の住人たちを苦しめ続けたであろう。心から礼を言うぞ。すまん、まだ気分が少ないようじゃ。少し外の空気を吸ってくる。頼みがある、後で外に来てくれ。これ霊ドック王で、これおじさんの親父なのか。今おじさんの職業みたいな部分、村の少年になってるけど、正しくは霊ドック王子みたいな感じなんだよね、役職な。でこれも旅の武道家だけど、大工の息子みたいな感じだったと思う、謎の女性。これどうだったっけな、テリーの姉さんとかになるんだったな。でバーバラ家出娘、これもカルメローナの子になった気がする、ある程度のイベントをちゃんとこなしたら。王様が無道だったとか一体何の話なのかさっぱり分かりませんです。傷つき倒れた我が夫レイドックが城に運び込まれたあの夜、おお、あ、やっぱあの船の上で倒れた後にこの城に運び込まれたんだ。私は夢を見ました。現実と同じく魔王無道が民を苦しめている夢です。でもその無道からは何かを感じたのです。今思えばそれはレイドックの悲しみの心だったのかもしれません。
その時から私の心を夢の世界へ行ってしまったようなのです。何、王様とシェーラは、まあ、何、倒れた王様が一旦このお城に来て、それをシェーラがちょっと看病してたんだけど、気づいたら王様もシェーラもこの現実世界からいなくなって、幻の 大地の方に行ってたみたいな、そういうこと。なぜその世界で私がレイドック王になったのか、それは分かりませんが、夫レイドックを救えたことを神に感謝いたします。もちろんあなたにもですよ、おじさん。王や王妃の話からすると、そなたたちはもしかして夢の世界の住人？いやいや、そんなはずは、いや、現実世界の人間だぜ。もしそうであれば、現実の世界にいる我々には、そなたらの姿が見えないはず。そうであろう。いいえ。ふむ、そんなことがあるんだろうか、わからんわい。これ、王様とこのお妃様、この主人公のご両親ってことだとしたら、結構年配じゃない？王様。だいぶジジイみたいな、なんか60半ばぐらいのジジイぐらいの見た目してたけどさ、何、主人公50手前ぐらいで産んだってことなのかな。まだこれ主人公のおじさん17、8歳でしょ。んで、量産型のメイド、ポンポンと、よし、これでお布団の取り替え終わり。これからはお二人には気持ちよく眠っていただかなくちゃね。これ何、ポンポン言ってるけど、アクセルホッパーか何か意識してんのか。アクセルホッパーか、あるいはまあ、最近だったら EXIT を意識してるのかもしれないね。王様と王子様のご病気が治られて、こんな嬉しいことはありません。あとは王子様のお帰りを待つばかりなんですが、もう王子今もう帰ってきてるでしょう。王様どこ行ったん？少し風に当たると申されて外に出て行かれました。こっち側かな、反対側かな。あ、反対側か。こっちのこの辺にいたような記憶がおぼろげながらある。はいはい、いた。ゲントの村についての情報を聞けるよね。来てくれたか、わざわざすまんな。話というのは他でもない。魔王ムドウのことだ。そなたたちのおかげで夢の世界のムドウはもういない。しかしこちらの世界のムドウは日増しに強大な存在となっていってるようなのだ。このままにしておけばやがて世界はムドウの手に落ちてしまうだろう。しかし今ならまだ間に合うはず。お願い、じゃあわしに代わって無道討伐に行ってもらえないだろうか。夢と現実二つの世界を行き来できるそなたたちならまやかしにも耐えられるはずじゃ。頼む、この通りじゃ。はい。そうか、そなたたちならきっと引き受けてくれるように信じていた。ところで実はこの城にはもう船はないんじゃ。あ、じゃあさっきの船あれなんだ、レイドック国が持ってる船だったんだね。じゃが心配はいらんぞ。そなたらはゲント族という民族を知っとるか。まあ、じゃあ知ってるということで。彼らは神の使いとされ、彼らの神殿には神の船と呼ばれる船が祀られているのじゃ。これハイエなんでもイエなんでもセリフ変わってなさそうな気がするんだ。ここにわしが書いた紹介状がある。これを見せればきっと船を貸してくれるでしょう。王の書状を受け取ったと。ゲント族の村は、ここより北の山の中、北の山に入る石州をそなたたちのために開かせよう。気をつけて行くのじゃぞと。はい、これでフラグが立ちましたよと。ういっす。王様に、ああ、あったよ。ああしてずっと南の空を眺めています。一体何をお考えなのでしょうか。何も考えてねえんだろう。はい、ということでここでのイベントを一旦終了。宝物庫は褒美をやるとかって言ってたけど、そういえばあれだよな、何も褒美もらってないよね。宝物庫、自然に鍵開いてたりしないかな。今だって、お礼やるとか言われてたけど、そのお礼としてもらえたってわけでもないんだけど、その王の親書もらってるわけじゃん。むしろ王様のわがままを、さらに一個聞くことになったっていう状態だよね。褒美も何も、お金もらったりとかさ、ドーピングアイテムとか経験値とかそういうのもらったわけじゃないんだから、ちょっと損した気分になるよね。はい、ということで北の関所に来ましたよと。霊毒行よりすでに、伝令を受けています。どうかお気をつけて。寝てんのかこいつ。ここから北に行った山奥にはゲント族と呼ばれる人々が住んでいる村があるんだ。何でも自分たちを神の使いだと信じているそうで、結構気難しい連中だぞ。厄介だよな、なんかそういうなんか天理教のお膝元に行くみたいなさ、そういう気分だよな。ああいうさ、怪しい宗教がはびこってる町あるじゃん。めちゃくちゃ近寄りがたい雰囲気あるから、ほんと勘弁してほしいよな。なんか Google マップとかにもさ、載ってなかったりするでしょ。
あーでヘルボックで新キャラ出てきた。まあ、このままガンガン行こうぜでいいか。まあ、新キャラだから、まあ、それなりに HPMP あるだろうしな。でもうゲントの村がすぐ近くにあるから、もう MP をガンガン使っていってもそんなに影響はない気がする。でなるべくこの新しい世界の、あ、ダークオビット出てきた。新しい世界の地図を開拓したいっていう思いもあるから、まあ無駄にね、無駄にあちこち歩き回って、いやーダークホビットの方攻撃してほしかったな。どうせならもういつぞやのレイドックの井戸ではだいぶ世話になったキャラクターだからな、お礼参りといったところだよね。いやもうワンパンで一旦で倒せてしまうぐらいおじさんたち強くなったんだもんな。感慨深いよね。これ先にあれだな、ゲントの村に入った方が良かったか。一回ゲントの村入っちゃってルーラーで来れる状態にしておいてからの方がいいかもしれんな。まあ、左下の方の左下じゃなくて右下の方ね、これでゲントの村あえ行けるようになってるから、もう村の中に、村の敷地内に一歩でも入ればもうその村制覇した扱いになってるから、まあザルだよなその辺。あー妖術師ミラルゴ出てきた。いずれミラルゴっていうボスと戦うんだけど、妖術師と見た目同じなんだ。いや痛えな、メラミとか使ってくるの。でガンガン行こうぜにしてるけど回復してくれるね、ありがたいわ。ミレイユはヤサコだからな。あこれあぶな、ヤサコだと思ったけど全然回復してくれてない。まあまあ危ないぜ。大丈夫かこれ。 OK ナイス回復。うわこれまた危ねえ。ミレイユに来たらアウトだった。うーんで満タン使うか。今ミレイユのはもう MP がなくなってしまった。いやあんまりあれだな、この辺もううろうろすんの危険かもしんないな。ある程度フィールドアップこんな感じですよっていうのを学んだから、ルーラでゲントの村、魔法ダメージ柔らかくするみたいな、そういう武器防具ってもう売られてるっけ。偉大なる神の使いゲントの村、あなた方がここに来たのもきっと神の御心でしょう。あなたたちもこの村に病気を治しにいらしたの。いやそういうわけじゃないんだ。じゃあお参りに来たのね、ようこそおいでました。そうでもそういう風には見えないわね。むしろなんか人を病気にさせる側だよねおじさんたちパーティー一行は。ここだけの話だが霊毒王のご病気は長老様でも治せんかったよ。なんと王はすでに元気になられたっちゃと。そうかそうじゃ、そうじゃったか。時間はかかったがやはり長老様の祈りが通じたのかもしれんの。いや違う、全く関係ないんだ。それは守った、何もない。王の書状これ袋に入れておいても効果あるんじゃないかな。あーてか違うか、王の書状は関所通るのに、いや違う、ゲントの民の誰かに王の書状を見せるみたいな感じだったか。身の守り5も上がった、いいね。これステパンハッサン最強装備だと思うんだけど、あー上がんない全然。そんな強い装備じゃなかった。かっこよさがただただ下がるだけの、そういうクソ装備だった。伝説ではかつてこの村に天魔が舞い降りてきたそうです。それ今俺のパーティーにいるぜ。その馬がその天魔の子孫、この馬がその天魔の子孫なんてことはないでしょうね。いやーなんか色が違うから違うと思うぞ。貴賓しか言わないでしょお前。なんつった今、ブヒヒー、馬みたいな、馬じゃねえや、豚みてえな鳴き声してんな。んーで右側、私はこの村に病気の娘の病気を治してもらうために来たってきたのさ。もうダメかと思ったけどね、村に来たら日に日に元気になってこんなに嬉しいことはないよ。あーよかったじゃねえか。で宿や
値段高そうだな。ありがたやありがたや。私もひどい怪我をしてこの村に来たんですが、長老様に見てもらったおかげで、ほらこんなに元気に。年齢から考えたら多分もう40歳ぐらいのおっさんなんだろうけど、こんなに元気にで、その元気の具合を表すためにあんなにはしゃぐおっさんってなかなかいないよね。私ね、もうすぐ元気になれるんだって。元気になって早く表で遊びたいな。別に元気じゃなくても遊ぼうと思えば遊べるからな。気合と根性でどうにかしろ。骨折とかしてても元気な人は元気だぜ。で、40ゴールド。値段がな、現実世界はさ、ただ宿できる場所がないから、そこがね、ちょっと世知辛いところではあるんだよな。宿屋は今神父いなかったよね。シスターが仕切ってんのかな、ここのゲントの村は。古の頃より私たちは神の御心に従ってきました。世界に悪がはびこるとき、我がゲント族の戦士も神の力に目覚めるのです。チャモロのこと言ってんのかな。ゲントの杖は癒しの杖、たとえ戦いの最中でもその杖を振るとたちまち傷が癒されるそうです。もうこれで薬草をお役御免だよね。ゲントの杖使えばベホイミの効果があるから、わしらゲントのものじゃけん。ゲント族だけど、あれなんだ、岡山とか広島とかのことを喋るんだな。どんな時でも神様への感謝を忘れたことはないべよ。かと思えばさ、なんか茨城県とか北海道みたいな感じのべよって表現。こうして美味しく食べられるのも神様のおかげだべな。どこのあれなのかよくわかんないよな。いろんな田舎者の要素を詰め合わせたみたいなさ、ドラクエのスタッフが考える、なんか僕の考えた最強の田舎のおっちゃんみたいな、そんな感じのノリでセリフとか考えてるよね。もうもしか言わない。ほらほら早くお食べ。私は牛と天使に餌をやってるだけで一日が終わってしまうのさ。神様だけじゃなくてチットはこの私にも感謝してもらいたいもんだね。よすからこの村に嫁に来たのは失敗だったかね。だいぶ旦那と牛のことをディスってるよな。まあ農家の女はそういう定めだよ。僕がチャモロ様に憧れてるんだ。へえ、あんなハゲにかい。チャモロ様はね、長老様の孫でまだ若いけどすごい力の持ち主なんだよ。あのハゲメガネ。ハゲメガネって言うと、あれ思い出すよな。あのラーメンハゲ、セリサバなんとかっていうキャラいると思うんだけど、あのハゲメガネモード発動のボケてのさ、ハゲメガネモード発動のやつ。まあ、セリサバなんとかっつうラーメン屋なんだけど、知らない人はその辺ググってくれ。で、ここは我がゲントの神の船を祀る聖、ね、聖なる神殿。長老様の許しなき者を通すわけにはいかない。どうかお引き取りを。いや、そこをどうにかお願いしますよ。勇者がご一行なんだから。っていう話をしてもどうにもならんから。ああ、そうだ、武器防具屋はアモスがいる。おいっす、アモス。この村で売られている武器防具は神の祝福を受けているそうだ。間違った使い方をすれば、それこそ天罰が下るぞと。覇者の剣とか売ってなかったっけ？ああ、だよね、売ってるよね。ミレーユ装備できるのでかいな。あーで、バーバラにもモニスタ装備させてあげたいし、ちょっといろいろ買い与えたい装備、ムドを倒す前にさ、ある程度カッチカチの状態にしておきたいんだけど、防具に関しては三河橋の服も欲しいか。いや、どっかでまたハイパーお金あげタイム必要になってくるよね。で、道具屋はなんかこれといった大したものが売られてねえな。まあ、言うてもう薬草いらないっちゃいらないんだよな。はい。ここは我らが幻統族の長老様の家。入っても構わぬが、粗相のないようにな。というわけで、チャオロの家にいざ行かん。